皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございますこの番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンとこの熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相図地、収録、編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします変化の激しいニュースが溢れる今の時代に知ってほしいそんな思わずシェアしたくなる ラジ歴をどうぞお楽しみください。ということで、501回目を迎えたラジ歴です。えーまあ、前回はね、あの安倍の中丸さんについて語っていくということですけれども、まあ、そこで最後、ソシ、はい、の方から、海外展開をしたいと、うん、まあこういった話題が出てきましたけれども、<laughs> 実はラジ歴にね、結構海外からの主張も、ね、<laughs> あってあの、ざっと調べると、本当にあのボリビアとかからも。はい アクセスがあったなんかもう本当にいろんな国からのアクセスがあるんですけれどもたまにその海外の方日本を勉強してる方からメッセージもらったりとかして勉強になりますみたいなね、うん、まあそんなこと言ってもらえてるわけですがやはり一つ原点回帰ということで、うん、501回目を迎えたっていうこともあってですね、はい あのー、やっぱり、僕が歴史を好きになった最初の原点の一つというのは、やっぱ織田信長っていう人がかっこいいっていうことと、はいうん、もう一つが横山ミステル先生の三国志,、うん、三国志これを読んで三国志の世界がすごい好きになって、うん、まあその後、いろんな三国志の本やゲームとかね、うん、そういったコンテンツを含めて楽しんできた、うんで。ラジ歴ってそもそも何の番組かっていうことをね、はい、思い出してみると、うん、何の番組だっけ、ラジ歴って、ソシ。ラジ歴 は、えー、雑談の番組。そう、歴史をネタにしてるんだけど、うん、これ、歴史の話が僕らはね、別にしたいわけじゃなくて、あくまでも社会文化、雑学として、うん、まあ歴史ってつまんなくないんだよ、面白いもんなんだよっていうことを紹介していく、まあうん、こんな思いで始めた番組じゃない。で、僕らのライバルはあくまでも明石家さんまさんであって。<laughs> 分かりやすい。 そう。アカシアさんまさんがライバルであって、うん、その歴史学者さんがライバルではないわけです。そういった、ね、歴史が好きな人は、僕も好きだから、うん、歴史作家さんとか、まあ、歴史作家さんがライバルというのも中でもちょっと違うかな。うん、やっぱりそこにもう、それを面白いと思ってる人は、まあ、それをどんどん楽しんでもらえればいいんだけれども、うんうん、僕らはもうちょっと、なんだろう。 こうどうやったら楽しんだらいいのというか歴史なんて嫌いだよっていう人に好きになってもらいたい、まあ、ピーマンが嫌いな幼稚園児がピーマン食べれるようにするようなえ料理人なわけです我々ちょっと無味乾燥な歴史の用語が入ってくるのもなんかそこに人気を感じられるような感じられるそもりかったこぬくもりそう、うん 僕らが大切にしてるのは、ぬくもり。なんで、この寝ちょっとした、こうねっとりしたこのぬくもりをどういうふうに皆さんに伝えていくのかっていうことね。そう。これを大切にしてるわけなんですが、今回は、三国史の魅力について語っていきたいと思っています。三国史ですか。三国史です。うん。三国史っていうのは、まあ中国、義、語、職の三つに分かれたこの国から、いろんな人たちが出てきて、 覇権を争っていくっていうのが、長い長い大河ドラマになっていくのが三国志なわけです。はい、これが中国の歴史上、まあ今、キングダムとかね、漫画で流行ってますけれども、うん、キングダム、真の始皇帝が統一していく時っていうのは、真、うんまあ、が一強で、その周りにたくさんいろんな国々があって、はい、これもね、いろんな人たちが出てきて、すごく人気のある、うんえー、時代なんだけれども、まだ中国がどんな形になるのかっていうことを、そもそも、うん、 定義をどうするのかということで思想面でもいろんな争いがあったわけです。儒<ー>教が。そこも固まってなかった時代なんですね。そうそうそう,そう,そう,そう。儒、うん、教があったり、方、えー、学があったり、いろんな思想が出てきたっていう。はい、まあこういった背景でもあるんだけど、そ、うん、の三国時代っていうのは、漢という国。僕らも今、漢字、うん、漢民族っていうような、うん、漢っていう言葉で中国のいろんな文化を表すように、すで、はい、に統合されて一つになった中国というもの。 これが初めて分裂をしてしまうっていうのが、はい、三国したいわけです。だからある程度の価値観がいって一体化しつつも、そこからどう新しい時代を生み出していくのか、変わっていくのか。で、うん、北側、黄が流域が発展していたところから、南側、洋子港付近も徐々に力をつけてくる。あ<ー>まあこうい た、経済的なバックグラウンドの盛り上がりの背景。そして、いろんな人たちの思惑。うん、何よりも期間が、ちょうどね、一世代、二世代分ぐらいの大河ドラマだっていうのが、まあ、ある種、長すぎず、コンパクトになりすぎず。うん、戦国時代の歴史を全部ね、日本の戦国時代の歴史でもやっても、三世代分ぐらいあるわけですよ。うんはい、そうすると、ちょっともうさ、誰がどれでっていうのが、もう追っつかなくなるじゃん、うん、人間関係が。 そうですね。うん、三国史ってちょうどそれがコンパクト。数え方にもよるんだけれども、うん、あの、大体80年ぐらい。だから2、うんうん、2> 3世代で終わっていくから、一つの物語。うん、まあ、あの、どんなに長く見ても100年。でも、一番面白い時期っていうのが、そのコアになる部分っていうのが、ま、大体50年ぐらい。っていうふうに考えると、一世代、二世代分の人間関係。うんうん、でも、三カ国あるから、 どこかに自分の推しが見つかるっていうね。ほう。そういうのが三国時代の魅力なわけですよ。そっかそっか。自分のなんかお気に入りのキャラが、あの、どこかの国にはいる。そう。出てきて、うん、そのどこかの出てきたその個人が、その個人と終わるんじゃなくて、うん、誰かと必ず結びついて繋がっていくっていう。うん、これがね、三国史の面白いところでもあるし、うん、ま、あの、三国史、さらに何が面白いかっていうと、日本の場合、 やっぱり、そこに、たくさん、うん、あの、コンテンツがね、漫画、小説、ゲーム、もう、いろんなところに、こう、うん、三国史がモチーフになったり、モデルになったりしているから、こう、三国史を好きになろうと思った時に、やっぱいろんな入り口があるっていうのがね、これ非常に素晴らしいところなわけですよ。うん、こてこてにも三国史すごい好きだって上級レベルになっていくと、三国時代の詩、うん 監視。監視も三国時代すごい流行って、あの、面白い監視がいっぱい出てくるんだけれども、その監視を学ぶ。面白いな。こういう時代のこの監視っていうのは、これ上級レベルね。こういうマニアックな楽しみ方もあれば、ゲーム面白いって言って、三国時代、天下統一するぞっていうゲームをやるだけでも楽しめる。これが三国時代の もう,こう上級者から初心者までみんな楽しめるのが三国志なんですね。うんうん、だからくれぐれもあの歴史が好きだとかっていう時にバウントを取るようなことは絶対にしちゃダメ。こう、俺の方が詳しいんだとかね。で、ソシエが三国志知らないことで、お前そんなことも知らないのって、諸葛公明も書けないのバーカバーカみたいなね。こういうのは小学生までそんなことして。小学生まで。小学生まで。小学生もしちゃダメ。しちゃダメなんだけど、 あの、結局、みんなが、みんなそれぞれの楽しみ方ができるいうのが、僕は三国時代の魅力の一つだと思うので、みんなで一緒に楽しんでいくっていうこと。これができる時代、三国時代。なので、ぜひ、皆さん、この三国時代、興味を持った方はですね、入り口は僕は、やっぱまあゲ,ーゲームが好きな人はゲーム。で、本が読める、本が好きだっていう人は、まあ、オーソドックスな、あの、吉川英二さんの三国神。 この三国史を読んでもらうと非常に入りやすくて面白いと思うので、ぜひ楽しんでもらえればと思いますし、漫画がいいなっていう人は、今もう横山光照さんの漫画の絵だとちょっと見づらかったり読みづらいっていうのもあるかもしれないので、まあ、面白いっていう意味では、蒼天航路蒼天航路天って漫画があるので、まあ、こういうのをねぜひ見てもらえればと思います。ということで、今回は歴史の話というよりかは、三国史がどう面白いのか、 というこ,とこれをね語らせていただいた時間を提供させていただきました、えー、皆さんもねいろんな物語あの歴史に限らず好きなものあると思いますそういったもの何、えー、で好きかって言ったらそれが面白いっていうよりかはやっぱり人の魅力だったりとか、うん、物語の文章が面白いとか、うん、そういったことあると思うので是非、うんえー「三国志」これで興味を持って初心者からでいいんです ちょっとなんか興味を持ったなっていうことからみんな最初はね初心者だからか、うん、あの私歴史苦手とかって思わずにちょっと試し試食を、えー、ぜひね仕上がってもらえればと思います。あの横山光輝さんの漫画は六十巻くらい確かあったなと思ってで三国志興味あるなって。 思ってたんですけどいきなり60巻手出すのちょっと気が重いなと思ってたんですけど今日の話聞くと本当にいろんな楽しみ方本もあれば、えー、ゲームもあれば、うん、でその時代とか国それぞれによっても全然違う、うん、あのエピソードがあると思うと全部一気に楽しむってことを気負う,そう,そう,そう起ことなく、うん、なんか一部分一部分から楽しんでもいいのかなって思ったんですよね。 で僕もあの、えー、とちょっと興味を持って吉川英治さんの小説をと思ったんですけどたまたまその、えー、と Amazon で見てた時の横っちょに吉川英治さんの小説原作の漫画が上下巻2巻であったのでまずは僕はそこから入りました。なのでちょっとそこからあのリトンの教えてくれた「三国志」の魅力、えー、楽しんでみたいかなというふうに思いました。皆さんラジリキでは 学び直し日本史総復周辺というサブチャンネルを用意しています。こちらは全35エピソードを聞いていただくことによって日本史の流れをつかめちゃう。こういった代物になっています。歴史を学び直したいんだけど、なかなか歴史の本読んでも何言ってるかわからない。頭に入ってこないという方、ぜひこちらを聞いて、えー、日本史を学び直すための第一歩としてもらえたら最高です。 日本史総福主編サブチャンネルは Apple、Google、Spotify 各プラットフォームでラジレキ日本史と検索していただくとお聞きいただけます。またツイッターでも質問、感想などを募集していますのでぜひお便りお寄せください。ツイッターアカウントはラジレキで検索してフォローしてください。それではラジオ歴史小林本日はこのあたりまでおいてアリートンとソッシューでした。